クレイ t 3ET3E-600 のプロセッサ基盤クレイ t 3E は、クレイリサーチが1995年にリリースした第2世代の超並列スーパーコンピューターアーキテクチャである。それ以前のクレイ t 3D と同様完全な分散メモリ型マシンであり、3次元トーラス構成のインターコネクトネットワークを使っている。当初、 DECα21164 マイクロプロセッサを使い、8ポリエチレンから2176ポリエチレンまで構成可能であった。各ポリエチレンは64メガバイトから2ギガバイトまでの DRAM と6本のインターコネクトルータを持つ。T3D も含めた他の超並列マシンとは違って完全自立型であり、ユニコース。 マークという分散オペレーティングシステムが動作し、トーラスネットワーク上に各種 IO も組み込まれている。最初の T3E のクロック周波数は 300MHz であった。後に高速な 21164A プロセッサを使い、T3E-900、T3E-1200、T3E-1200E、T3E-1350、e e、が登場。 空冷と液冷を選択できる。空冷の場合、ポリエチレン数は最大128で、液冷では2048である。1998年、1480、プロセッサ構成の T3E-1200 は、計算科学のアプリケーション実行で世界初の1、トフラップスの性能を達成した。ありがとうございます。